った部長イントラッどうも皆さんこんにちは、今日はですね、今日乗るのはですねこちらのヤマハですね。これはねヤマハの、400cc、 これ2人乗りまでできるんですね。 400cc です。じゃあ行きます。さあやっと追いついてまいりました。このね絶壁、この絶壁をね行こうとしてねスタックです。角度にしたら60度ぐらいありますかね、この絶壁ね。はい、スタック1スタです。1スタ、これ出すのが大変なんだよね。あっ部長イントラッハクリアできるでしょうか。勢いをつけて、はい、今ちょうどベースに帰ってきてね、車の中で今待機してます。まだ他の人が帰ってきてないんでね。スノーモービルって乗ってる時はそんなに寒くないんですよ。ゲンチャリなんか乗ってるとすごい寒いじゃないですか。ああいう感じはないんですよね。ですので乗ってれば結構体も温まってくるんですが、こう撮影なんかしてるともう手先がかじかんじゃって寒くなっちゃうんですよね。誤解しないでください。スノーモービルは、寒くはないですから、乗ってる分にはね、寒くないです。結構雪質もいいですね。吹き溜まりって言って、雪が溜まるところは、結構ふかふかしてて、乗ってて楽しかったです。今日私荷物持ってるんで、そんなにアクティブには乗れなかったですけども、水の上を走ってるような、そんな感じ。ふわふわしてるね。はい、そういったことで、スノーモービルでございました。また来た時に、レビューしたいと思います。それじゃあまた。油が結構溜まってますね。はい、この油をですね、この野菜に。